広島県代表、AC 高等学校。
代表昭平高等学校、大分県代表明豊高等学校、宮崎県代表宮崎日本大学高等学校、鹿児島県代表錦江湾高等学校、沖縄県代表興南高等学校、
大阪府代表広告高等学校、兵庫県代表育英高等学校、兵庫県代表東洋大学附属姫路高等学校、奈良県代表奈良大学附属高等学校、開会宣言。開会副委員長、愛知県高裁連検討専門部部長、平尾明義が開会宣言を申し上げます。ただいまより、令和3年度第31回全国高等学校
剣道選抜大会を開会いたします。優勝旗、岡村杯全冠、並びにレプリカ授与。前年度男子優勝、神奈川県代表、桐蔭学園高等学校。桐蔭学園高等学校には、桐蔭学園高等学校には、全日本剣道連盟副会長、中野男子全国総会連剣道選手会長、藤崎雄一郎より、レプリカが授与されます。感謝申し上げます。どうか大会が
無事滞りなく取り行われることを記念いたします。今大会に出場される選手の皆さん、出場おめでとうございます。皆さんは高校入学当初でコロナに翻弄され、剣道の活動がままならない中、それぞれが努力精進を重ねられ、各地区の厳しい予選を勝ち抜いて出場されたことに敬意を表することであります。どうか腕の力を十二分に発揮していただき、悔いのない試合を展開していただくことをお祈りいたします。今大会の成功をお祈りし、挨拶とさせていただきます。頑張ってください。はい、大会の挨拶に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症に罹患され治療中の皆様にはお見舞い申し上げますとともに、早期の回復をお祈りいたします。そして日夜献身的に従事されている医療関係者の方に心より敬意を、また3月16日東北地方を中心に発生しました地震の災害に見舞われ被災されている皆様にも心よりお願い申し上げ、早期の復興をお願いいたします。改めまして皆さんこんにちは。私は令和3年度第31回全国高等学校剣道選抜大会の大会委員長を仰せつかりました全国高等学校体育連盟剣道専門部長兼専門医長を務めております須崎と申します。よろしくお願いいたします。都道府県の予選選考を得て、この栄えある今大会に出場を果たされました選手監督の皆様、ご出場おめでとうございます。また各学校の関係者の皆様におかれましては、心よりお祝い申し上げます。出場される選手の皆様には、高校剣道日本一を目指して、日頃の稽古の成果を遺憾なく発揮し、自信を持って、また相手を敬い、仲間を信じて、正々堂々と活気あふれる試合を展開してください。さて、剣道は、剣の日本の修練による人間形成の道であります。心身を練馬し、常に自己の修養を務め、立派な社会人として成長されることを期待しています。結びに、今大会は新型コロナウイルス感染症対策を講じての安全安心を期して大会を開催することとなりました。大会開催にご尽力いただきました大会運営に関係する全ての皆様に心より感謝を申し上げ、大会の挨拶とさせていただきます。以上です。はい、感謝状贈呈。第31回大会を開催するにあたり、長年にわたり大会の開催と運営に多大なご貢献を賜りました春日井市長伊藤太様に大会委員長より感謝状が贈られます。感謝状伊藤太と、記念には長年にわたり全国高等学校剣道選抜大会の継続的かつ安全的な大会運営にご尽力いただきました。ここに新人なる敬意を表するとともに、
衷心より感謝申し上げます。令和4年3月26日、公益財団法人全国高等学校体育連盟剣道専門部長、串崎雄一郎。その前に一言お礼申し上げます。全く思いがない想像もしていなかった状況の中で、先ほど高等連の部長さん、先生たちから感謝状という気持ちのこもった表彰状をいただきました。すべての皆様に改めて感謝とお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。生徒の皆さん、本当におめでとうございます。いろいろとこの中、苦しい状況の中であったと思うわけですけれども、それを乗り越え、各都道府県の本選を勝ち抜き、そしてこの全国大会に進まれました。すべての皆さんの努力に共有します。そして歓迎を申し上げます。自分も、私もサラリーマンをしておりましたし、また現在は秘書という仕事をしているわけですけれども、いろんな出来事、あるいは決断をしなきゃいけないことが常にあるわけであります。そうした中で、やはり心のよりどころ、あるいはふっと立ち止まり考えるときは、やはり剣道の教えであります。人との出会い、あるいは苦しい練習、これは全て世の中での自分の心になっていると思います。そういう中で皆さんは、さらにそういう状況の中で全国大会に踏み出され、これからのわけであります。今の皆さんに、そしてこれからの皆さんの人生に素晴らしい経験を持たれたと思っております。最後になりますけれども、今日のこの大会がこうして盛大に行われることができるのも、もちろん先生たち皆さんの努力ですけれども、関係者の皆さんの何としてでも大会をやってやろうじゃないか、やってよね、入れましょうという強い気持ちがここに表れると思っています。改めてこの大会を歓迎するとともに、すべての皆様の活躍を記念して歓迎の言葉でいたします。終わります。礼。本大会は全日本剣道連盟剣道試合審判規則、同最速運営要領及びコロナ禍による暫定的な試合審判法、並びに全国高等連剣道部申し立て事項により実施いたします。試合の詳細につきましては、監督審判会議において確認済みですので、省略をさせていただきます。選手の皆さんに申し上げます。まず、はじめに、コロナ感染拡大により、今大会の開催が危ぶまれる中、高校剣士の皆さんの夢と希望を叶えるため、全日本剣道連盟、全国総体連、地元愛
地検実行委員会の役員の先生方をはじめ、大会の開催のために多くの方々がご尽力いただき、今日のこの開会式を迎えることができました。どうか選手の皆様は、本大会の開催のためにご尽力いただいた多くの方々への感謝の気持ちを忘れることなく、試合に臨んでいただきたいと思います。次に、剣道は剣道技法の試練による人間形成の道であるという剣道理念が、昭和50年に全日本剣道連盟において制定されました。また、剣道修練の心構えには、常に自己の修養に努め、もって国家社会を愛して、世界の人類の平和繁栄に寄与せんとするものであると謳っています。選手の皆さんは、今大会において、いたずらに勝敗だけに放電することなく、試合を通して自己の研鑽を図り、剣道の理念を全うして、大きく成長されることを願っています。はい、最後になりましたが、はい、選手の皆様は、全国都道府県の厳しい予選を勝ち抜かれ、各都道府県を代表して、本大会に出場されております。母校の名誉と郷土の誇りを担い、持てる力と技、そして気力を十分に発揮され、堂々とした試合をされますことを期待いたします。また、これらにおける正しい試合の在り方として、立ち合いの間合いから攻撃し合う真っ向勝負の試合を展開され、見ている方々や応援をしてくださる方々に感動を与える大会になりますことを記念し、審判長の挨拶といたします。終わります。はい。優秀選手選考委員長挨拶。優秀選手選考委員長佐藤良一。礼。優秀選手の選考基準を申し上げます。剣道の技能が優れていること、姿勢、態度が立派であること、気力が充実して高校生としての品位があること、この3点を総合的に検討し、すべての試合を参考に男女合わせて20名を選考いたします。選手の皆さんの健闘を祈ります。選手宣誓。はい、はい。参加選手全員に送られます。
まして、開会式を終了いたします。はい、一同礼。正面に。礼。大会役員、審判員の皆さん、お疲れ様でした。解散してください。選手、監督の皆さんは、放送の指示で退場していただきますので、しばらくお待ちください。全体は右を向いてください。会社員の先生方、発売。